この頃、予選後半戦が行われていた。中でも、幻想郷組はやはり能力のポテンシャルが高いことを試合を見てて感じた。そしてアタックの試合。この試合は能力相性がとても良かった。まあ大会とかで本領を発揮する能力じゃないんだろうね。実戦ならある程度の力を見込める。そう感じた。そして予選最終試合。相手はあの拓也か。正直、いつもなら不戦なんてするはずがないんだけど。ここは現実世界。空気中の霊力量は幻想郷より少なく、それに加え、制限の外れた本当の時間を操る程度の能力。なんか懐かしいわね、拓也。そうね、今回は勝つわよ。さすがね、体術もうまいわね。でもこんな至近距離よ。それは私にとっても分があるわ。今の少しの間に感じたわ。昨夜は現実世界の方が圧倒的に強くなる。ましてや今回みたいに相手を殺すというルールにおいては。霊夢、あなたはどこまで強くなるのよ。現実世界に来て、幻想郷の時よりも強い相手、しかも恩恵を受けない素の状態での狩猟で以前以上の力を手に入れている。あなたはあの時が一番強かったわ。あの時、本気で私を撃とうとしていた時、あれは自分の身を顧みず、相手を殺すことに執着していたからね。あの時は私もヤバいと思ったわ。そうだ、ここでは死んでもいいんだ。なら、本気で殺す。動け。何よあのさっき、まずい。な、これが本来の昨夜の強さ。面白い、私も準備運動はしておかないとね。あなた、少し拓也の巫女舐めすぎよ。あなたはそれでレミリアを追い詰めたのかもしれない。でもそのレミリアを私は倒してる。決着に。効果力が爆発で一掃しました。勝者、白霊霊夢選手。昨夜、あなたはまだ使えていない力があるみたいね。それでも十分強いわ。即戦力ね。さあ、こうして予選が終了しました。それでは、勝ち抜いた選手を見ていきましょう。まず1試合目は K 選手とリリー選手。どちらも相手を瞬殺した強者同士です。2試合目はサツキ選手とマリサ選手。3試合目はショウ選手とアヤカ選手。4試合目はゼロ選手とカナデ選手。そして5試合目はチョクヤ選手とエミュ選手。6試合目はハナ選手とベクヤ選手。この試合は私も少し気になりますね。7試合目はレミリア選手とサヤカ選手。最後に8試合目はヌート選手とレイム選手。最後の最後に今までの大会で何度か優勝経験のあるヌート選手です。一体どんな戦いをするか楽しみですね。さあ、これで全員です。次の試合はちょうど1週間後からです。お楽しみに。正直、ここまであの組織が動くとは思ってなかった。そういえば日本最強とか言われてたあいつらはどうなったの？二人は今海外に出てる。もう一人はなぜかあの組織の事件の時から行方不明よ。そうか。だからこの時期に狙ってきているのか。でもあいつらの目的って何なの？それが現時点で何個かうちの調査部が調べてくれてるんだけど、今一番の問題は本来人間の仲間なはずの十二指針が猛威を振るおうとしているってこと。理由は不明。でも前に偵察をしに行った時にもう力が集められていた。まあとりあえず行ってみて対処するしかないね。とりあえずこの3人で行きましょう。一応連絡の手段もあるからいざとなったら呼べばいいわ。そうだね。じゃあ向かうのは明日の早朝かな。ええ、今日のうちに準備して休みましょう。とりあえず山の入り口までは来れたね。本当に裏道でいいの？ええ、この近くの気配を感じ取ったけど、裏道側の方が少ないわ。さあ、早速お出ましだよ。あれ、人間、この神聖な血を汚すことは許さんぞ。どうする？仕方ない。ここはすぐに追いつける私一人で戦うよ。じゃあ私は翔を連れて先に行ってるね。そういうことで、行くよ、翔。翔、今のうち。了解。うまくいったわね。それじゃあ私も行かせてもらうわよ。そうね。一発くらい食らっておきなさい。そんじゃ、あとは任せたわよ。さてと。あら、無傷だったんだ。まあさすが神ってところか。しかも多分幻想郷の神よりも位が高そうだな。早くどけ。いいよ。ちっ。あなた、戦闘向きじゃないでしょ。おかしい。さすがにこんだけ攻撃をしてほとんどダメージがないなんて。もしかして。やっぱり攻撃はそうだ。
防御力、試してみるか。せっかくだし、この後の調整も兼ねて私の能力を使うか。超能力、時空間支配。時空間、情報吸収、そして、レーバー。はい、ということでショーです。本当に遅れてしまって申し訳ないです。そして登録者が1000人に到達したので、予定通り劇場版1と劇場版2を投稿します。ただ、今ちょっとリアルがだいぶ忙しいのでかなり遅くなってしまうかもしれないです。ごめんなさい。そして次回からの茶番劇の予告をここでさせていただきたいと思います。ではどうぞ。ご視聴ありがとうございました。まだの人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。茶番劇は1話から最新話までまとめてある再生リストがあるので、それもよかったら見てくれよな。通知オンをしてぜひ次回の動画も見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。